はい、本日は前回の続きとなります。今日はね、エントリーをその場でインスタント的に打ってみようという感じでやります。まあシグナルがね出ておりますけども、とりあえずねこれね今そのまま喋っておりますので、とりあえずここでチャンネル登録とベルの方を有効にしていただいて、最新情報をアナウンスできるようにしておいてください。ということで OGN のエントリーです。ここのね、抵抗線はみ出しておりますけども、ここの手前の値幅をちょっと枠取って、これを倍にします。この倍にした時に一応はみ出してはいます。前の矢印の終値とかぶっておりますので、ちょっとここもね意識しておいた方がいいということで、ここでちょっと抵抗線を打ってきますね。一応ここタッチしたらエントリーをやります。まあ一応これもちょっと参考にしてみてください。とりあえずタッチしてエントリーします。あ、行きましたね。ほいっと、はい、とりあえずここ1本打たせていただきます。まあ、そのままドンと下がる可能性もあるんですけども、今ちょうどねそこの前の矢印のね、まあ一回下るかなって感じですね。ということで、あの一応目安としてですね、とりあえず次の足で頭で打った場合どうなるかなっていうことで、とりあえずこれね1000円で打たせていただきます。はい、あ、ちょっと早かったちょっと早かった。あ、でも大丈夫か。うん、大丈夫。ちょっと早途中にしました。ちょっと焦ってしまいましたね。一応こんな感じでございまして、結果どうなるかちょっと早回ししますんでね、見てみましょう。とりあえず2本取れました。1本取らせていただいて、これもまたね前回と同じであまりちょっと時間がございませんのでね、とりあえずこれ1本で終わろうかなという感じでございます。まあ直近でパッとなんかシグナルが出たら打とうかなという感じでございますけども、とりあえずちょっと他の作業をやりながら、とりあえずほったらかしにしとこうかなという感じでございますね。まあそれではこれでちょっと締めでこれでいきましょう。うん、とりあえず次のチャンスあったらそれでやります。はい、ユーロポンドが出ております。抵抗線から見たらはみ出してはいます。ちょうどね切り板とハイローラインが重なっているところ、切り板は若干のはみ出してからの折り返しもありということで、ちょっとここのね値幅を倍にしてちょうどそう重なる、そこから見れば若干ここは一回折り返す可能性もあるとして、私の目線でこれはちょっとですね、いつものやり方と違いますので、ちょっと参考としすればちょっと眺める程度に見ておいてください。あ、意外とねずっと見てるとここ勝率がいいもんで、とりあえずここでちょっと打たせていただこうと思います。さあ、あともう少し、はみ出てるけど本当はねもう少し上がってほしい。まあいいでしょう。
過去のいろんな値動きを見てのこの状態、通常安全に打つんであれば抵抗線手前ぐらいがちょうどいいわけですよ。いろんな年齢層がいらっしゃいますので、エントリーしやすいルールを決めるにはそれが一番良かったということがございます。いろんな応用に関しましてはですね、直サポを見ていろいろエントリー仕方をお教えしております。直サポ遠慮なしにですね言っていただければ可能でございますので、ユーザー様は遠慮なくですねご連絡ください。それではちょっとこっから最後まで見ていきましょう。しました。あんまりねピップス数はありませんけども、とりあえず勝ちましたね。ということで、まあ今日はですね短めでございますけども、この2本これで終わらせていただこうと思っております。またね近くちょっと面白いネタを用意しようかなという感じでございますので、よろしくお願いします。それでは失礼します。